こんにちは方程式チューバーバです今お見せしている数学 A の確率の問題これから問題をお読みします読み終えてから5分以内に1番から3番までの回答をされてみてくださいでは問題です袋 A には赤玉2個と白玉4個袋 B には赤玉2個と白玉3個袋 C には赤玉4個と白玉2個が入っている袋 A から玉を1個取り出しその玉が赤玉ならば 袋 B から、白玉ならば、袋 C から2個の玉を同時に取り出す。以下の問いに答えよ。1. 取り出された3個の玉が3個とも赤玉である確率を求めよ。2. 取り出された3個の玉のうち、2個が赤玉で1個が白玉である確率を求めよ。3. 取り出された3個の玉のうち、少なくとも1個が白玉であることが分かっているとき、 2個が赤玉であり1個が白玉である条件付き確率を求めよちょうど1年前に愛知教育大学で出題された問題ですそれでは今から5分以内に回答です頑張ってくださいでは問題の解説括弧1番に移る前にもう一度確認をしましょう A の袋 B の袋 C の袋があり A の袋には赤玉が2個こちらは R の赤は赤玉が2個という意味ですダブルは白玉ホワイトですね白玉が4個入っている B の袋は赤玉2個で白玉が3個 C の袋は赤玉4個で白玉が2個ですルールは A の袋から1個玉を取り出すその時取り出した玉が赤玉であれば B の袋から2個取り出す白玉であれば C の袋から2個取り出すというのがルールでした では括弧一番です。動かしますよ。括弧一番は取り出された三個の玉が三個とも赤玉なんだということを言われています。ではまず A. の袋から赤玉を一個抜かなければいけませんね。赤玉が出れば次は B. の袋です。三個ですから B. の袋から二個出すときに二個とも赤玉が出ればいいという意味になります。では答えです。六個の A. の袋には六個の玉があり、赤玉が二個ですから確率は六分の二ですね。 このようにスコーンと求めてもいいわけですけれどももう一つの考え方は6分の赤玉2個のうちの1個を取り出しましたよということですよねコンビネーション2の1と考えてもいいですよねそして今度は B の袋に移らなければいけません合計3個になるためには B の袋の赤玉2個をそのまま2個とも取り出す必要がありますちなみに B の袋は5個のうちの2個を取り出しますから分母はコンビネーション5の2です合計5個 白玉が3個で赤,赤玉が2個の合計5個のうちから2個を取り出すのが分母そしてその中で赤玉2個中2個を取り出さなければいけないということですね余計なことだけれども赤玉2個中2個かける白玉3個中0個というふうに書いてもいいでしょうね分かりやすいと思いますこちらにも同じことを書いてみましたでは計算です計算は6分の2かけるつまり3分の1かける えー、コンビネーション5の2分のコンビネーション2の2ということで計算をすると30分の1が出てきますそれでは括弧2番の解説です2番の問題は取り出された3個の玉のうち2個が赤玉で1個が白玉だということを言われています実はこれ2つのケースが考えられます1つは A の袋から赤玉が出て B の袋から2個取り出すときに赤玉が1個で白玉が1個出せば今この問題 赤玉玉がが2個個で白玉が1個に該当しますよねそしてもう一つは A の袋から実は白玉が出て C の袋に飛んでしまう場合です。まず1つ目です。ケース1。A の袋から赤玉が出る確率は6分の2ですよね。先ほども言った通りです。そして今度は赤玉が出れば B の袋に手を入れなければいけない。B の袋から取り出す玉は2個だから分母はコンビネーション5の2です。 5個個から2個を取り出すその時に赤玉2個から1つを取り出し白玉3個から1つを取り出せばいいという意味になりますから分子はコンンコンンンンビビネネーーシショョ2のの1 1かける3です赤で書いたのが赤玉、えー、黒いボールペンですけどこちらで書いたのが白玉のことです計算をすると答えは5分の1が出てきますではこの問題もう一つのケースがあります A の袋から白玉が出てしまった場合ですこの場合は C の袋に手を入れなければいけませんよねすると C の袋から赤玉が2個出てしまえばこの問題赤玉が2個で白玉が1個ということを満足しますでは行きましょうまず A の袋から白玉が1個出るということは6分の6個あるうちの白玉は4個中1個が出ればいいから6分のコンビネーション4の1まあこれは6分の4でもいいですよね単純にそして C の袋から C の袋から6個のうちから2個出るのが分母だからコンビネーション6の2が分母その時にこの白玉は2個あるけれども1個も出ないでコンビネーション2の0かける赤玉は4個あるうちの2個出ればいいという意味になりますこれの計算ですねちなみにコンビネーション2の0は1ですからねすると計算してあげると15分の4になりますケース1とケース2は同時には起きないのででは動かしましょう答えですね ケースワンの答えは五分の一、ケースツーの答えは十五分の四ですから。同時に起きないので、足し算です。ということで、答え十五分の七が出てきます。括弧三番です。括弧三番は取り出された三個の束のうち少なくとも一個が白玉であることが分かっているとき二個が赤玉であり、一個が白玉である条件付き確率を求めようという問題でした。少なくとも一個、これって四次商の考え方ですよね。どう考えるのか。 書かせていただいたただ通りまず取り出された3個の玉のうち少なくとも1個が白玉っていうことは全体から全部赤玉を引いてあげればいいわけですよね四章だから全体から3個とも全部赤玉は1でやったじゃないですか3個とも赤玉これが1番1 30分の1が答えでしたから分ので,では答えですよね取り出された3個の玉のうちで少なくとも1個,の1個が白玉というのが30分の29。 この中にこの中に30分の29の中に2個が赤玉で1個が白玉になるのはこれかっこ2番の答えで15分の7だったんですよつまりこれは条件付き確率の問題。えー、30分の29の中に2個が赤玉で1個が白玉になるのはかっこ2番で15分の7でした。 つまり答えは30分の29分の15分の7ですから、答えは29分の14が3番の答えです。それでは1番の答えです。30分の1、2番、15分の7、3番、29分の14となります。いかがだったでしょうか。受験勉強頑張られてください。お疲れ様でした。